先日買ったガラスペンの紹介をしたいと思います。こちら、黄色いガラスペンを購入しました。メーカーはエルバンで、こちらが箱になります。今日使うインクはこちらのモンブランのインクになります。ミッドナイトブルーです。インクをつけてみました。早速書いてみたいと思います。こちら、エルバンのガラスペン。池袋のロフトで購入しました。濃くなってしまいました。ちょっと難しいかも。モンブランのミッドナイトブルーは一番好きなインクです。当然ですが、ガラスペンは万年筆に比べると硬い書き心地です。ガラスペンの書き心地は、シャリシャリとうとうを立てて、紙の上をなぞっている感覚です。インクをペンにつけるタイミングがちょっと難しいです。タイミングをちゃんとしないとインクの量にムラができてしまいます。文字が濃くなったり薄くなったりしてしまいます。ただかなりギリギリまで安定したフローです。
ガラスペンのいいところは、インクをすぐに変えられるところですね。それではこの後、ペン先を洗浄したいと思います。水を用意しました。洗ってきます。すごい早くインクが落ちます。もうほとんど落ちたようです。あっという間にきれいになりますね。これで別のインクを使うことができます。